マイケル・トーマス・バスは、イギリスのビール醸造業者、庶民員の議員。彼のリーダーシップの下、バスブリュアリーは、世界最大のビール醸造業者となり、イギリスで最も有名なブランドとなった。バスは1847年から1887年の間、自由党の一員として、庶民員で、ダービーの代表を務め、ビール醸造産業の有力な代弁者となった。 彼は自社が本拠地とするバートガー・アポント・レント及びダービーの気前の良い講演者だった。バスは1799年にバートガー・アポント・レントで生まれた。同盟の父マイケル・トーマス・バス・ SR は、その父ウィリアム・バスが1777年に設立したバスブリュアリーをさらに発展させ、ロシアへの主要な輸出業者に成長させていた。母のサラ・ホスキンズは、 バートンの著名な弁護士、アブラハム・ホスキンズの娘だった。バスは、バートン・アポントレントのグラマースクールに通い、ノッティンガムで教育を終了した。18歳の時、ナポレオン戦争のため、ロシアとの交易が途絶したため事業が不振に陥り、バスは、見習いとして、一家の事業に加わった。その後、インド及び東南アジア向けのインディアペールエールの、 販売が1820年代には軌道に乗った。バスは会社の経営を1827年に引き継ぎ、アジア重視の輸出を継続した。1832年から1833年には年間生産量の40%に当たる5000孫のビールを輸出した。1839年にバートンアポントレントに鉄道が開通したことは、 輸送費を軽減させ会社の成長を促した。1830年代には、ロンドン、リバプール、ストーク・オントレント、バーミンガムの4カ所に代理店が置かれていた。これが1880年代には、イギリス国内に21カ所、パリにも1カ所へと成長した。輸出業は、ロンドンとリバプールの代理店が受け持った。バスのリーダーシップの下、 バスブリュリーの生産と販売は急成長した。ビールの生産は1860年には34万タル、1870年代後半には100万タル近くに達した。会社は1881年の時点で、バートン・アポントレントに醸造所3カ所、計0.59平方キロメートルにわたる、爆画製造所26カ所を所有し、イギリス最大のビール醸造会社にして、 最も名の知られた会社となった。バスは1848年に初めてダービー選挙区から国会議員に選ばれ、1883年までその職を務めた。ブルワーズ・ジャーナルに掲載された彼の追悼記事によると、彼は庶民院において郵便術よりはまめな出席態度で知られていた。種類を法律で規制しようとする自由党内の非国境主義者たちに反して、 バスは国内ビール醸造産業の支持者となることに努めた。バスは自由貿易、減税、労働社階級の生活水準向上を支持する正当派の自由主義者だった。彼は少学債務による有機系を廃止する法律の制定に努めた。手回しオルガン演奏は路上迷惑行為なので禁止すべきという彼の提案はあまり支持されなかった。バスは バートン・アッポントレントとダービーで事前事業を行った。彼の追悼記事によると、彼の寄付は総額8万ポンドに上り、またダービーに対して図書館、博物館、美術学校、運動場、水泳プールを寄贈した。彼はボスル都市までダービーの代表議員を務めた。ウィリアム・グラットストーンはバスに借位の授与を申し出たが、バスは庶民員に泊まる方を選んだ。 バスは1835年にエリザ・ジェーン・アーデンと結婚した。彼らは二人の息子と二人の娘を設けた。長男のマイケル・バスは会社の経営を引き継ぎ、スタッフ,フォード選挙区の代議士を務め、ついには借位を授けられた。次男のヘイマー・アルフレッド・バスもまたタムワース選挙区の代議士を務めたが、賭博で不祥事を起こし、会社経営からは遠ざけられた。娘のエミリーは、 ウルバーハンプトンウエスト選挙区の大議士、ウィリアム・チチェリ・プラウデンと結婚した。もう一人の娘アリスは、ジョージ・チェットットと結婚し、初代チェットット男爵、フィリップ・チェットットの母となった。ありがとうございます。